っちゃいこと。いいの怖い。いいよ。なんでみんなガリガリ食べるの。じゃあ一回口の中リセットしないといけないから。そうですね、まだ。そうね。いや、ガリは多分普通のガリ。食いられだろ。食べ物屋さんいっぱい。すげえなここ。これ絶対うまいやつ。いただきます。上手だね取るの。うんまい。うん。まだこれスモーキー。わすごい。おいしい。すごいさっぱりしてる。おいしい。さっぱりしててチーズの風味が。ちょうどいい酸味な感じで。人がすごい。これでも少ない人らしい。へえ。竹下通り張りにいる気がする。マジか。洋服屋さんとか多いそうです。ブランドショップ。あ、女性にね。雨村にやってきました。なんか洋服屋さんとかカフェ屋さんとかがあるみたいです。そうです。服が多いです。服が多いって。その中でもサバゲーの時に着るような服があります。があるみたいなんで、そこにちょっと行ってみたいと思います。もうちょっとやっぱり日本食が薄れてきてるな、ここら辺は。バーガーキングありますか。バーガーキングだぜ。日本でしょ。バーガーキングです。ここがそうみたいですね。シービーズって読むのかな。あ、B8 か。だからか。すごい。こういうのが多いんだ。迷彩柄のその軍のアーミー的な感じ。へえ。本格的なやつが多い。はあ、なるほど。ここからアメ横のアメ村。アメ横じゃないよ。アメ横は上野だ。アメ村の三角公園に行きます。すごい甘い、いい匂いがする。これか。美味しそう。あ、こうやって作ってるところ見るの、おお、すごい美味しそう。この三角公園って何？三角の場所にあるから？よくカウントダウンとかここに人集まってた。へえ。若い頃は来てました。そうなんだ。今はお家です。若者の町です。若者の町。甲賀流。あ、甲賀流。あ、これが本店。はい。なるほど。甲賀流。たこ焼きの本店。革命のネギ。何回やる。何ヒットするの。何ヒットするんだ。本当に日本語うまい。日本語うま。忍者が生まれた。あ、本当だ。忍者。はい。ソースとネギポン。ドゥルル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 ルネギポンズ。ゼルダ風にお願いしていいですか。ゼルダってどんなんですか。テルル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 ネギポンズ。違う。わからん。タラララじゃん。そう、ごまだれってわかる。ネギポンズ。それはネギポンでいいんじゃないの。ポンズが浅いポンズだったな、これ。うわ、ほんとだ。この三角公園でファストフードを食べるっていうのが若者な感じなわけ。あ、うまい。早い。うまいじゃん。
高っ。あ、うまい。あの、たこ焼き自体ももちろん美味しいんだけど、ポン酢との相性がいいよ。ポン酢うまい。両方うまい、両方うまいけども、言ったらポン酢のが好き。どれ食べても美味しいけどね。あのあと抹茶オレとかワッフルとかも食べたんですけども、今日はいろんなものを食べて大阪を満喫ではないよね、難波らへん、難波周辺を満喫したりして、パソコンのお店とかいっぱい行ったりしました。これから2時間半かけて東京に帰って、鳥ちゃんとは解散します。はい、鳥ちゃんはここにいます。います。足跡さんとあと10分くらいでお別れのようです。はい、前からすすり泣く声が聞こえます。いや、最初も足跡ハウスだけは言っちゃいけない、本当足跡ハウスとライオンの檻は同義だと思ってたから俺。でも聞いたら居心地よかった。居心地よかった。足跡ハウスのこたつはやばかったですね、うん、居心地が良かった。また大阪に行きたいと思います、はい、バイバーイ。新大阪まで来たよ。今日はいっぱい美味しいもの食べたよ。この辺で動画を締めます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ここは弾速が速いので当たると痛いらしいんで怖いですね。高いぞー。おパリピ。ワンダウン。やべ、トライで。いや待って、いや同じくらい。いや、まあそれ。だってこっちはさ、台の上立ってるのにさ。でけんだな、鳥ちゃんって。横に立ってるだけでこんな面白いのくなるって思わなかった。なんでさ、なんだ、なんだその態度。なんで、なんでカッコつけてんの。